皆さんこんにちは。今回はですね、井山裕太五世と一力遼棋聖の五世戦挑戦手合第2局のハイライトをお伝えしたいと思います。まあ、ここのところ一力棋聖が井山、五世にですね、ずっと連敗してるんですけれども、それを受けてかか知りませんけれども、最近ですね、一力棋聖はですね、ネットをかなりの頻度で打ち始めましたね。今回の対局に対する意気込みですか、それは相当なもんだったと思うんですけれども、では、初手から見ていきたいと思います。井山五世の黒番です。で、二間島にしました。かかって、付け引き定石ですね。で、三々入りましたね。井山さん、五世は実利派ですからね。で、現代 AI 三々定石になりましたね。ここまでは定石ですね。そこでですね、本来はですね、この後黒はね、ここをこういうふうに受けるのが普通なんですけれども、そこは打たずに、こうつけましたね。このつけた手はですね、そうですね、狙いはですね、跳ねたらこう跳ねて、ついで、ついで、一間飛んで、こういうふうに打って、この模様を消そうということですね。それも分かってますので、白も。そこでこう伸びましたね。伸びまして、下がって、押さえて、で、ここでこっち受けましたね。で、曲がったんですけれども、ここでちょっと二間に開きましたね。本来ちょっと一間ぐらいなんですけれども、ちょっと二間に開きました。ちょっと大きく開きましたね。で、ここに打ちました。ここは非常に大きいところですね。今度この黒からね、こっちね、開かれると、やっぱここちょっと薄いですし、またこっちちょっと広がりそうですから、模様がね。で、ここで大きくね、二間に飛びました。で、ここで打ち込んできましたね。で、ここでそのままつけたんですけれども、黒は。ここではですね、一回ね、跳ねておくのが、推奨されてました。けども、人工知能ではね。で、こういうふうに受けるのかっていうことを聞いた手なんですよね。ここで。で、一回これは打っておけと。相手はね、どう受けるか。人工知能はそういうふうに言ってましたね。しかし、ここですぐにね、つけました。伸びて、こうつけまして、伸びて、当て込んで、ついで、で、伸びて、押さえて、出て、跳ねて、跳ねて、で、二段跳ねしましたね。で、ここでですね、黒、こう、きっちりこう切ったんですけれども、切った手は、ちょっと悪手でしたね。というのは、白がね、こう伸びていったら、どっちみち、黒はこれ継がないといけないんですね、ここ。ですから、切った手はもう自動的にこれを継がしてますので、これはちょっと悪手だったみたいですね。もちろんそういう別のね、狙いがあってこれ打ってるわけなんですけれども、で、こういうふうにいて、ここからね、出切ってきましたね。で、これ取りまして、で、伸びまして、で、ここでですね、これ下がったんですけれども、この手がちょっとね、疑問手だったみたいですね。ここではね、ここ切るのがね、本手なんですけれども、こう当たり打ってこういってね、で、こういくと。でも、こういうふうに打ったら、もちろんね、白はこれ取れるんですけれども、黒これ取れるんですけれども、白にこれを献上してしまうので、で、こうなるんですけれど、もちろん白はこれを取って、黒はこれをね、取ってるんですけれども、こういうふうに取らせてしまうのはもったいないっていうことだったかもしれませんね。そういうふうなことを井山五世は検討でどうも言ってたみたいです。ちょっとミスミスちょっと上げてしまうのはもったいないということで、
こう下がったんですけれども、これはちょっと形勢を悪くしましたね、これで。で、こう打ちまして、こうかけすぎまして、で現在の形勢はですね、今は 71% で、まあ、3目ぐらい有利でしたね。で、ここでまあこう跳ねたんですけれども、でまあここでですね、ここに行ってですね、どうもこの石が取られたみたいですね。で、もしさっき私ね、こっちに行った時、言いましたよね。人工知能がとりあえず一回ここ跳ねて、まあここ受けさせろみたいなことを言ってましたけれども、でもしさっきのように打ってたら、この石は、まあ、こういうふうになるんですけれども、これはですね、生きてるんですよね、ちなみにね。まあ、ここでかけついで、まあ、当たり打つんですけれども、まあ、こういってね。これはもう継がないといけないですから、でもこういって、こういってね。で、これ継いだら、これはもう、これ生きですよね、こうやって。まあ、まあ、跳ねたらこういってね。これはもう、これで、石域ですね、これでね。はい、石域で。ですから、あの時点でね、跳ねてたら、こうやって行きますので、いや、人工知能はすごいなという、奥の深さを感じましたね。はい。まあ、実戦ではでもね、まあ、あれ打たなかったですからね、ここに打たれて、結局これはですね、まあ、ここ打たれて死んでしまいましたね。で、ここで1点取りましたね。はい。で、まあ、現在の形勢はですね、まあ、65% ですね、白がね。で、2目半ぐらい有利なんですけれども。で、どうも、井山五世の話になると、まあ、これ、捨てようと、まあ、そういう考えもあったみたいですね。で、まあ、ここでですね、まあ、こっちつけましたね。まあ、ここではね、まあ、こっちをちょっと面倒見るよりも、こっちを面倒見ろって言ってましたね。こういって、こういってね、こう打って。で、こっちを面倒見ろって言ってました。はい。人工知能はね。まあ、だったんですけれども、まあ、こうつけて、跳ねて、下がって。で、ここでね、まあ、ちょっと、急所の位置にね、打ってきたんですけれども、まあ、ここではね、まあ、二通りの選択がありまして、まあ、実戦ではね、まあ、ここに打ったんですけれども、まあ、こっちに下がる手もありましたね。下がる手はですね、まあ、これ石取られるんですけれども、まあ、これ中でも生きちゃおうということですね。そういう手です。で、まあ、この場合はですね、まあ、黒をこう来て、こういってね、下がったらこれ生きちゃうんですけれども、で、まあ、こういって、まあ、まあ、こういったらね、生きちゃうんですけれども、まあ、これで、まあ、ちょっと白も打てるっていうことですね。ですから、人工知能あんまりここの石を取ることに関しては、あんまり気にしてなかったみたいですね。まあ、取ったら大きいっていうことなんですけれども、取るのに結構苦労するので、まあ、苦労するのであれば、まあ、こっちで安定した方がいいと。で、こっちで得をするという考えみたいですね。でもまあ、こっちに打ちまして、まあ一応、これは最善手なんですけれどもね。出まして、跳ねて、まあ、ついで、まあ、かけついでね、覗いて、で、張って、押さえて、切って、ついで、これがね、当てられないですよね、これがね。そこは辛いところですよね。もちろんこれでもいいんですけれども、白は。で、ここで、まあ、つけてきましたね。まあ、これは持たれようということだと思うんですけれども。で、まあ、ここでは最強に頑張りましたね。一力棋聖もね、跳ねて。で、ここで下がりました。どうしますかっていうことを聞いてますけれども。まあ、ここは当然ね、まあ、生かしちゃダメですね。はい。で、抜きまして。で、ここでね、こっちに打ちましたね。まあ、ここでは、まあ、攻め合いなども想定して、実はですね、こっちを打った方が良かったみたいです。すると、黒も、まあ、これ結局取られますので、このままだったらね、まあ、こういうふうに打たざるを得ないと思うんですよね。で、まあ、これ、ついで。まあ、こっちの方がダメを早く詰めてますので、まあ、こっちを推奨してましたね。まあ、これ、抜いたらこう言って、ここ、ついでね。まあ、しかし、ここでね、こっちに打ちましたね。まあ、なんでこっちに打ったのか、理由はちょっとわからないんですけれども、案外大きいミスだったみたいですね、これ。これは3目以上のミスみたいですね、どうも、人工知能によると。
で、まあ、狭間をついていきましたね。で、そこ出て、で、出てですね。そこでですね、まあ、ここを出たんですけれども、この手がね、パッとしない手でしたね。まあ、これ連絡すればいいだろうみたいな話なんですけれども、これがね、良くなかったです。この手が。良くなかったですね。この手はですね、この手では、ここにちょっと擦んでおくなりして、擦むとか、まあ、擦むのがいいのかな。はい、擦んでおいて、この石を制しておく必要があったみたいですね。こうしていれば相変わらずね、先ほどの評価値、まあ、72% で5目ぐらいで有利だったんですけれども、まあ、ここにちょっと連絡しに行った手がちょっとまずかったみたいです。で、こう、ついで、で、まあ、つながりに行ったのはね、本当によか、よくなかったみたいです。で、ヨシンバここでも、ここ一軒飛ぶべきだったみたいですね。しかし、ちょっとここ行ったのはちょっと弱気でしたね。もうこの時点でですね、形勢はね、もう互角になってますね。で、まあ、ここ押しまして、一軒飛んで、つけまして、まあ、ここからはもう断然ですね、はっきり言って。で、ここで継ぎまして、ここではですね、すでにもう逆転してますね。黒が、今は 60% で3目有利ですね。もう逆転しましたね、この時点では。で、まあ、竹譜に並んだんですけれども、まあ、ここ、また狭間突かれまして、で、伸びて、一間飛んで、で、桂馬に打ちまして、これは遮っていきましたね。かなり強烈なんですけれども。で、一間飛びまして、まあ、この一間飛ぶ手はいい手なんですけれども、まあ、井山棋聖はこう読みがあったみたいですね、ここでね。で、ここでもう出まして、ここで一間飛んで、で、出ていきましたね。はい。これ逃げて、で、受けて、で、伸びて、で、跳ねましてですね。これでですね、どうやら完全に形勢が逆転しましたね。で、現在は黒が勝率 80% で、まあ、22目ぐらい有利なんですけれども、まあ、どういうことかって言ったら、まあ、この絵がちょっと封鎖されてしまいましたので、この人の攻め合いもちょっと今怪しいし、またこの石がまた非常に今危険な状態にあると。いうことなんですよね。ただ非常に難解ですから、この後が、まあ、評価値の割には、あ、地合いの割には評価値は低いんですけれども、地合いの差の割にはね。で、まあ、こう跳ねてね、まあ、ここからもう大乱戦ですね。はい。で、当たり打ってね、で、抜きましたね、結局ここで。で、出まして、で、ここでですね、まあ、ここをこすんだんですけれども、まあ、これ、この石のダメを伸ばしたわけですね。ただ、この一手は、やっぱりこっちに対して手を抜いたわけですから、まあ、ここを覗かれて、まあ、ついで出られてですね、ここではもう完全に黒ペースですね。もちろん、この後が難解ですから、まあ、問題はいろいろあるんですけれども、実際今この時点では、黒が、29目有利ですね。まあ、勝率はね、95% で。ですから、もうこの時点では5はちょっと、ほとんど終わってた感じはしましたね。まあ、この石がもうほぼ取られているという風になってます。ただ、非常に難解ではありますね。一間飛びまして、で、ここ下がりました。まあ、これでほぼこれはまあ取られた感じなんですけれども、で、ここつけましたね、ここで。で、まあ、出て、で、跳ねて、ハサミつけて、ついで、切って、で、まあ、ぶつかりまして、ついで、まあ、抱えて、まあ、跳ねて、非常に難解ですけれどもね、ここ。ついで。で、この時点での形勢なんですけれども、今はもう 97% ですね、黒が。黒は 97% で、まあ、40目ほどリードしてますね。もうこの石はほぼ捕まってるっていう感じですね。で、まあ、ここ、まあ、一応出まして、押さえて、で、つけて、まあ、これはですね、もうここはちょっと諦めた感じですね。
白はね。それで、まあ、この石を取ろうということですね。この石も一応一眼しかないですから、現状。まあ、こういうふうに打ちまして、まあ、これ継ぎまして、出て、伸びて、継いで、コスみまして、まあ、この手は、意味はですね、この手はこの逃げ出しを図ってますね。で、この逃げ出しを図って、まあ、攻め合いに行こうということなんですけれども、ただ攻め合いにしても、これとの攻め合いになるんですけれども、実はね、この石の方が短いんですよね、実は。で、まあ、こう出まして、ここ継ぎまして、跳ねましたね、ここでね。で、出ましたね。はい、これはまあ、狙いでしたね、この、ここからの狙い。ですから、この、こういうふうに打ったというのは、すべての狙いは、この石を出るためのものでしたね。で、まあ、ここでですね、まあ、ちょっと空き三角で言った手なんですけれども、まあ、これがですね、AI の評価値的にはちょっと下がったんですけれども、実際進めてみますと、まあ、これは別に問題はなかったみたいです。まあ、その AI はね、まあ、ここ行けって言ってるんですけれども、まあ、ここ行って、まあ、AI はこういうふうに言ってますね。まあ、こう言ったら、こう出てね。で、まあ、こう言って、まあ、こう言ったら、こう言って、まあ、こう言って、こう言って、切って、こう言って、出て、こう言って、で、まあ、こう告げと。いうことですね。はい。じゃあまあこれかけ継ぐぐらいなんですけれども、まあ当たり打ってこういってね、まあ、ついで、まあ取ってこういって、まあこれを取、こんだけ取ったということですね。こういうふうに見てました。これが最善だったみたい。でまあ井山棋聖はこっちに曲がりました。して空き三角で、これがちょっとね、まあ評価値的にはガクッと下がるんですけれども、まあ進めていくと特に問題はなかったみたいです。こう打ってこう打ちまして、まあ、ここでね、はい、まあ、跳ねたんですけれども、まあ、ここで、まあ、ここでね、まあ、こういうふうに行くとですね、こうやってこういうふうに、こういうふうに行くと、ちょっとまあ、難解にはなるんですけれども、で、評価値も結構下がるんですけれども、ただ、問題はなかったみたいです。この石が取られるとかいうのはなかったみたいですね。まあ、しかし、ここでね、まあ、こう跳ねましたの、跳ねましたので、まあ、これはもう切って、で、一見飛ぶんですけれども、まあこれ6手なんですけれども、この黒の中央の石がね。まあこの石が6手以上伸びることはまずないですから、この時点ではもうはっきり言って、まあ、取ったっていう感じですね。で、まあつけて、竹踏み打ちまして、ここに打ちましたね。はい。跳ねて、まあかけ継ぎまして、まあ、当たりを1回打ちまして、伸びて、で、置きましたね。で、まあ、当たり打ちまして、こっちをね、伸びまして、出て、まあ今、こっちを取りに行きましたね、白は。で、まあこう打ちまして、逃げて、出て、逃げまして、で、一見飛びまして、で、こうつけたんですけれども、まあこう、つけまして、伸びて、で、ここでこれを継ぎましたね。まあこれは先手ですね、はい、先手ですので、まあこう継ぎまして、がぶつかりまして、切ったんですけれども、ぶつかって、下がって、継いで。で、ここはね、継がないといけないんですよね。これ、うっかり、こう、押さえてしまうと、これはちょっと問題が発生しまして、まあ、こう、出ていく手があるんですよね。で、こういって、こういって、こういって、まあ、ここで跳ねるんですけれども、まあ、ここ、当然、継がないと、これが生きてしまいますので、これ、継いでしまいますとですね、今度はですね、こっちからこう、ダメを詰められますと、この石がね、6手以上になってるんですよね、これのせいで。最終的にまあ、このままダメを詰めるんですけれども、で、ここでですね、まあ、本来はここをダメ詰めればいいんですけれども、これのせいでダメが詰められないんですよね。で、ですからこれ一回抜かないといけないんですけれども、すると、これで逆に、これ取られてしまって、これは大逆転になるんですよね。ですから、まあ、ここではね、まあこういうふうに打たないといけないんですよね。はい、で、井山棋聖はこうちゃんと読んでましたね。こういう井山棋聖はやっぱりね、読みの力が非常に強い棋士ですから、こういう部分の読みでね、まあ、事件が発生するとか、
そういうことはまずないですね。こう継ぎまして、でこう打ちましてね、で継いで、で伸びて、でまあここでですね、一力棋聖がね投了しましたね。まあ以下はそうですね、まあここも取られて、まあ、ここも取られてっていう感じですね。でまあこの後ですね、この石がどうなるのかっていうのはまあちょっと気になるところなんですけれども、まあここではそうですね、まあ例えば白がね、まあ、こういうふうに打ったら、まあ黒これダメ詰めてますので、この石のこれダメ詰めないといけないんですけれども、まあここでですね、次がですね、白はこれはそうですね、ここに行かないとダメですね。ここに行かないと、なんかこういうことをやったらこれ当たりになっちゃうので、これが取られてしまいまして、これはダメですから、ですからまあここに行かないといけないんですけれども、これ当たりを打ちましてですね、これは継ぐ一手ですね、はい、継がないとこれ、まあ、こういくのは、まあ、こう継ぎまして、こう抜いてもこれが攻め合いで取られてしまいますので、ですから、まあ、これ継ぐ一手な、これ抜く一手なんですけれども、もうこういって、まあ、この石は生きるということですね。はい、以上です。